でかいんですよね十八時からはあれですよ心理テストしますりなねちょっとだけ夜ご飯食べた <laughs> 今日お鍋でもう <laughs> なんかりなめっちゃさなにすっごいお鍋多い気がするんだけどなんか配信の時すごいお鍋の ね、時が多いと思うんだけど今日お鍋でめちゃくちゃねお肉一口食べただけでめちゃくちゃ元気になりました <laughs> なんかお肉の力ってすごいなって改めて思いましたねお肉お肉しか勝たん <laughs> マジでマジで本当に本当は1つだけで済ます予定だってお肉 何個食べたの <laughs> なんかそんなさお鍋ってそんなねお肉お肉たくさん入れないじゃんお,お鍋の主役ってさ野菜じゃんお野菜じゃんだからお肉あんま入れないんだけどめちゃくちゃ食べちゃった <laughs> 本当に美味しかったリーナがちょっと作ったんだけど今日はねお鍋にお餅と人参となんと何だっけあなんかし しと白いこんにゃくみたいなやつしらたきだしらたきしらたきとあとなんだっけうーんとねお肉お肉は入れたあと肉団子肉団子入れたあと白菜も入れたんですけどすごい美味しかったですカウントがいきないからもう一回,回切ってえカウントいきないえ一回切った方がいいマジこれめっちゃ喋ってた更新されてない えじゃ,あど,うえじゃあどうすればいいええ,じゃあえ一旦切ってええじゃあどうすればいいのりな一旦切っていつ始めればいいのえ一回切ってすぐ配信分かった一回切ってすぐ配信する。